上級国民は何をしても逮捕されないのか。昔から始まってる国家公務員の上級資格者、今やそういう波の呼び方で変わってるみたいだが、同じ人間同士、なんでお前らが許されて俺たちが一般国民が許されない？おかしいだろう。みんな国民は平等だし、人間も平等に生まれてきたんだ、裸一貫で。それがなんで平等社員、平等国民だとか、どういうことなんだよ。さすがにこれはな、理解できねえよ。官僚が自分たちの都合のいいことのように国民をいじくる、法律をいじくる。ついこの間もこの子供の病気は悪性でうつるから隔離して子供は下ろさなきゃダメだと言って、何千人の子供と母親が泣いた。その判決が近いうちに出る。国は間違っていたのかどうか認めようとしない。やったらやったで認めるよ、お前ら。自分たちがやったことは全てが OK だ。そんなバカなことはねえだろう。あのな、もう国家権力はな、恐ろしいぞ。国家権力でな、人を殺せるんだよ。殺してもな、犯罪に問われるわけでもなし、刑務所に入るわけでもなし、何にも関係なしスローで続けたよ。それができるのはな、国家権力だけなんだ。その国家権力の中枢は内閣の方で持ってる。そうすればあいつが自分たちに都合の悪い人間は消してしまえばいい。都合のいい人間だけ集めて、イエスマンだけ集めてやれば何だってすぐ決まる。こんなことをね、許しちゃダメだよ。これはね、俺たちにも責任があるんだよ。国民が政治を監視しなきゃいけないのに怠ってる。政治家のケツばっかしをかけまして、おべんちゃら言ってる。そういう姿勢があるから、いつまで経っても良くならない。でもな、一つ一つ、一つ一つ潰していかないと、もう手つかなくなる。ひ弱な国民の一言だけど、その一言で大きなものを助けなきゃいけないんだよ。あのな、昨日テレビでな、この二人、交通事故で二人、母親と娘さんが交通事故に遭われて死亡されましたが、そのお父様があまり辛そうな顔をしないで耐えながら記者会見に応じてましたが、もう気が触れるほどの絶句ですね。あの上半の豪にお父様言われてましたが、私みたいな弱いもんでも一言一言の言葉で変えてもらわないと、二人目の娘は出したくない。それはそうですよ。手塩にかけて育てた娘を、なんか知らない、訳のわかんない運転で
お亡くなりになる。そんなことがこの法治国家で許されるわけがないだろうか。それをみんなに考えてもらおうじゃないか。以上。